昨日から萌田選手 LA 合宿に来ています。今日はアイゼンハワーというコースを、プレーしたいと思います。はい、前回と同様イーブンパー以上賞金200ドル目指して頑張ってください。それと今回は私とのホールマッチに勝ったらプラス100ドル差し上げます。4番ホール打ち下ろしのパー4です。ここはホワイトティーです。ちょうどそのススキのてっぺんのちょい左ぐらい狙い。あーちょっと右でバンカー方向かな。あ、なんか跳ねた。 OK、 はい、じゃあちょっと左目を狙ってあ、左すぎ、ちょっと左に飛んでいきます。林ね、なんかボールなさそう。はい、今から一応暫定球を打ちます。暫定球何番だか分かんないけどオレンジ線が入ってます。はい、はい、これはいい方向です。萌花選手残り135ヤードですが、ちょっと前の木がスタイミーになってます。どうやって攻めんの？え？どうやって攻めんの？木の左から？左からフェードで。フェードで乗ればいい。フェードかかってないね。寄せまんやな、はい、ラッキーなことに、斜面を降りてフェアウェイに戻ってました。あ、引っ掛けた。バンカー入んないで。あ、一生のところらへんです。はい、はい、残り約30ヤード寄せたボン勝ち。あ、お、結構止まりました。俺もちょっとショートちょっとショート、はい、さあ萌花選手4番ホール上りのスライスラインかな。入れパーです。読み切れませんでした。ボギー。これは曲がりそうだね。おお、やばい全然違うじゃない。OK、5番ホール195ヤードパー3、確か右から左に傾斜してるからピンの右から攻めてってください。おお、筋ってる。ちょっと左。ナイスショー。ちょっと左の手前です。はい、第2打寄せないと負けてしまいます。萌花選手毎週回送です。1、2、5ヤード。お、いい感じ。大きいかな。 OK、最近パット不調の萌花選手、下りじゃないか、スライスライン決めることができるか。バーディーパット。届かず。ナイスパー。左のツーカップスライスで、はい、入れないと負けです。
イス。おーナイス。パポ。おーナイス。ちょっと左に落ちたんだっけ。ナイスショット。OK です。はい、6番ホール第2打です。このホールはハンディキャップナンバーワンホールなんで、1打スロープもらいます。しょぼい。ちょっとグリーン手前です。マイヒットでした。はい、183ヤード残り右から。ちょっとダフった。ああでも右にオンから。はい、超すごい遠いけど、ちょっとすごい難しい。これは難しい。はい、いや、いいんちゃうかな。 OK です。はい、ちょっと待ってね。 OK、バーディーパット20メートルあるかな。嘘嘘。バーディーパット20メートルあるかな。嘘嘘。うまく私も寄せて入れたらパーで。ありがとうございます。おーナイス。ナイスじゃない。ナイスセーブです。7番パー4左ドッグ。狙い目は3本ある松の木の左2本あたりかな。ちょっとフェードかかっちゃったけど、まあフェアウェイ右ナイスショット。萌香選手、私のハンデが多いと文句を言っております。ちょっと左の木の方に飛んでいったけど、あー木に当たって落ちたかな。ワンサでもフェアウェイです。7番ホール第2打です。残り155ヤード。筋ってる。おーナイスオン。ナイスショット。ボイガ選手バーディーチャンスについてるんで、なんとか寄せたいと思います。64ヤード60度。全然ショートじゃない。ちょっと弱かったです。ダサもうレブしかない。はい、ちょっと大きいけど悪くないです。7番ホールパー4萌香選手2オンナイスショットでバーディーパット。おお、ナイスバーディー。俺のも拾って負け。ボギーでした。ナイスショット。おお筋いってる。